こんばんは。こんばんは。10分遅刻してすいませんでした。50分から始めるってツイートしたのに遅くなってすいませんでした。もう本当に打ち合わせじゃなくて反省会をやっておりました。反省会終わってもビュンとやってきました。遅くなりました。遅刻。こんばんは皆さん。こんばんは。遅くなりました。こんばんは。はい、ちょっとだけ喋って終わります。よ、皆さんこんばんは。あ、よろしくお願いしますってコメントいただいてますね。ありがとうございます。あ、こんばんは。反省すること多かったんですかっていうことですけど、本当そうですよね。反省会やってて終わるの遅くなりましたってめちゃくちゃ反省してましたって感じしますよね。うん、でインスタライブってなんかタイトルつけられるらしいんですけど、知ってます？誰かどこでタイトル、あ、始めるときにつけなきゃいけなかったのかな。タイトルをねつけられるって聞いたんですけれども、10万ボルトが見たい。これ、あ、これ動くやつじゃないな。ピカチュウのね耳のフィルターがですね、なんか口を開けるとピカピカーって出るフィルターがあったんですけど、これは違うやつだな。ここは変わるんですけどね。はい、こっちにしよう。はい、こんばんは。あ、タイトルやる前じゃないとつけられないんだ。あー、学びました。占い楽しみにしてますよ、だって。秘密にしようかなって思ったんですけれどもね、番組で言っちゃいました。そうなんですよ、インスタライブのネタがないなって思ってたので、インスタライブのネタでなんか希望してくれる方がもし一人でもいたら占おうかなって思います。インスタライブね、本当に皆さん集まってくださるのに、なんかダラダラなんかこんばんはみたいな、なんかこうダラダラ喋っているのを反省したので、なんかね、なんかいろいろできたらいいなぁとは思って、そのうちの一つがそうですね、占いっていう。インスタライブくらいでしかやらないと思いますけど、なのでなんかこう、なんか楽しい、みんなが楽しんでくれる特技みたいなのは増やせたらなって思うんですけど、そうなんですよ、 VTuber さん、私の好きな VTuber さんが占いをやってて、お、視聴者の方と占ったりしてて、あ、すごい、こんなに人気の可愛い VTuber さんなのに、そこからまた学んで知識を入れて、さらに視聴者さんを楽しませようとして、すごいって思ったのもきっかけですし、いいな、楽しそうって思ったのもきっかけですし、最近ね、渡辺直美さんのインスタライブすごいハマってるんですよ。渡辺直美さんのインスタライブハマってて、渡辺直美さんはね、こう占ったりしてるんですよ。なのでね、おー、なんかこうね、人気な上にいろいろ楽しませる引き出しを持ってる方っていっぱい世の中にいるんだなって思ったので、続くかわかんないですけど、やろうかなって思います。渡辺直美さん本当に面白いんですよ、インスタライブ。トークがすごく上手なんですよね。あ、たくさんコメントいただいてます、ありがとうございます。はい、ちくわちゃんとおもちちゃんの話を聞きたいですというふうに、そうですね、飼ってる猫がおもちで、飼ってる犬がちくわという名前なんですけれども、でも最近もうすぐおもちがやってきて1年経ちます。我が家におもちがやってきてもうすぐ1周年記念なんですよ。すごい。1年前、去年の12月から、ちくわじゃない、お餅がやってきて、猫がやってきて、で、今年の夏、ちくわ、犬がやってきてっていうことなので、
本当に今は賑やかな生活になっていますけれども、お餅はね本当に衝撃的な出会いだったんですよ。もともと猫飼いたいなって思って猫を飼う準備をしてて、犬猫を飼う準備をしていて、でそこからこの子がいいってビビッと来る子と暮らそうって思ってたので、いろいろね、ペットショップ見たりとかすごい探してたんです。未来のお餅、お餅って名前を決めてたので、お餅と暮らすぞって決めてから、じゃあどの子がいいのかなって、やっぱもうずっとね毎日一緒に暮らす家族ですからね、どうやって選ぼうかなっていう風にいろんなペットショップとかも常にアンテナ張って、もうペットショップがあれば寄り道してみたいなの常にやってたんです。で最初は別の猫ちゃん、なんとなくなんかこういう猫ちゃんにしがいいかなとかいろいろ考えてたんですよ。ブリティッシュショートヘアっていう猫ちゃんを最初探してて、ブリティッシュショートヘアちゃんがお餅って感じかなみたいな、ちょっとこうフォルムもシュッとした感じっていうよりはちょっとコロッとしたスタイルなので、なんとなくお餅っていう名前からイメージしてるのブリティッシュショートヘアちゃんみたいな感じかなって思って、ブリティッシュショートヘアを中心に探してたんですけど、そう、その時はペットショップ、某ペットショップでブリティッシュショートヘアちゃんを探しつつ、他の子もいろいろ見てたんですけれども、その日はなんかね店員さんがたまたま話しかけてきて、何度も行ってるペットショップだったんですけれども、店員さんが触りますかって抱っこしてみますかって言われて、でいつも言われないんですよ。自分から抱っこしていいですかって言わないとなんか抱っこさせてもらえないイメージだったのが、その時ちょうど人が少なかったっていうのもあるのかもしれないんですけど、抱っこしていますかって声かけられて、じゃあみたいな、もうお客さんが周りに いなかったんで時間もありそうだったので、あ、じゃあみたいな感じ でその時に、抱っこしますかって開けてくれたのが今のお餅なんですよ。サイベリアンっていう種類なんですけど、で最初はブリティッシュショートヘアちゃんだなって思ってたから、お餅は、あんまり見てなかったんです。なんかなんとなくそのお餅っていうイメージが自分の中にあって、こういうイメージのかな、こっちのブリティッシュちゃんかなとか思ってたので、全然違う猫ちゃん、抱っこしますかって言われて抱っこしたら、はぁ、この子がいいってなっちゃって、でなんとなく性格的にもなんかすごいこう懐いてきたというか、こう人見知りせずにすごいなんかこう私の目を見てくれて、なんかこう、あ、運命の出会いだっていう感覚あったんですよ。はぁ、この子がいいみたいな感覚があって、でもその時がペットショップがもうね閉店時間が迫っていたので、その時もすごい運命の出会いみたいな、ビビビッとこの子がいいってなったんですけど、もうペットショップも早く帰らないと迷惑かけちゃう、もう閉店時間が結構近かったので、一回その日はお返しして、じゃあ帰ろうかな、一回帰りますってなって、帰り道にもう忘れられなくなっちゃったんです。あまりにお餅が可愛すぎて、あの子すごい可愛かったなみたいな、あの子すごい私の目を見てくれてたなとか、私のこと怖がらなかったなとか、すごいお餅あの子かな、あの子可愛かったなって思って、でもうその閉店時間過ぎちゃったので、その日はもうこの子にしますとかできなかったんですけど、一回帰ってからあの子にしようってなって、で猫ちゃん、ペットショップの猫ちゃんってもうこの子買いますってなったらもう早いもの順になっちゃうので、もう先にそのお餅がね、他の人に買われてしまったらどうしようって思ったので、もうペットショップのオープン時間が何時だったか忘れちゃったんですけど、10時とかオープン時間にもうぴったりに電話してあの子がいいですって電話して、もうこの後行きますんでって言って、すぐ迎えに行って
もうね、ほんとお餅を抱っこした後はもうね、頭の中からもうお餅のことしか考え、その日はでも放心状態でした。もうあの子しかいないみたいな感じになっちゃって、でそれがね、私のうちの猫のね、お餅との出会いだったので、本当にね、なんであの時だけペットショップの店員さんがね、なんかこう抱っこしますかって言ってきたのかわからないんですけど、なんか本当にあの時だけなんですよね。他のいろんなペットショップ行ってみて言われなかったんですよ、その抱っこしますかって。なんかね、もうあれがきっと運命なんでしょうね。うん、お餅が飼い主、そうなんですかね、お餅が決めてくれたんですかね。そう、めちゃくちゃだからね、ちょうど1年前の12月なので、もうすぐ我が家に来て1年が経ちます。そうで、その後ちくわが来てね、うん、ちくわもね、もう初めて見て、もう絶対この子ってなって、お餅もちくわも絶対この子ってなって、なんかもう念願だったね、ワンニャンとの暮らしが始まりましたけれども、かわいいですよ、すごく運命ですね。うん、お餅もあの人がいいって思ってたら嬉しいですね。うん、私のことを選んでくれてたんだったらもう幸せです。うん、あ、今来ましたよと、あのペットの話をしてます。ペットって言い方あんまり好きじゃないんですよね。家族の話をしています。私の家族の話を今しています。うん、さあ、みんなのコメント拾おうかな、コメント拾おうかな、記念日にケーキあげよう。ケーキ、ケーキ、でも猫ちゃん用のケーキってありますもんね。でもね、お餅はね、めちゃくちゃ繊細系男子なんですよ。めちゃくちゃ繊細系男子にゃんこなので、なんかね、あげるおやつとかご飯も無添加系とかが多いですね。もともとペットショップ時代から風邪ひいちゃったりしてたくらい、ちょっとね、持病があったりもしたんです、お餅は。うん、だからもしかしたらお餅はちょっと売れ残ってたというか、長くペットショップ時代が長かったのかなって思うんですけど、うん、責任持って、うん、お餅を幸せにしますっていうことだったので、ちょっとだからね、うん、風邪ひいちゃったりっていうのもありましたし、ちょっと持病がもともとね、お餅はあったりしたので、ちょっとね、食べ物は気を使ってますね、無添加。ではいろいろコメント見てみようかな。あ、今日お帰りメール送ってくれた方だ。パパノンの人です。娘がアイリンの影響を受けてうまく喋りたいと、知識の入れ方を教えてくださいだって。今日お帰りメール紹介させていただいたんですよね、ありがとうございます。え、娘さん番組見てくださったんですか、嬉しい、ありがとうございます。あのカレンダー購入反対されててみたいな話でしたよね。うまく喋りたいと、知識の入れ方を教えてくださいということですけれども、いや、もう私が知りたい、喋る、うまく喋るコツみたいなのね。なんかね、すごい聞かれるんです、質問で、なんか喋り方を教えてくださいみたいな、すごい質問を受けるんですけど、喋る機会ありますかね、皆さんね。仕事ででも喋る人もいるのかな、人前で喋ったりとか、どういう機会なんだろう、他の職業で喋る機会って何だろう、うん、なんかお客さんとも、接客だったらね、接客だったらだってもうそのマニュアルがあったりとか、これを伝えなきゃいけないとかあるかと思いますので、あるよ、喋る機会。あ、プレゼンとか、プレゼン、でも人前で説明したりっていうのはもう私は練習あるのみかなって思ってますね。練習でうまくいかなかったりとか、言葉が詰まったりしたら本番って緊張
が加わって練習を超えることってまあないかなって、めったにないかなって思ってるので、もう練習の段階で、まあ、たくさん練習するかな。私は結構歩きながら喋る練習することもあります。例えばウェザーニュースのコンテンツが新しく始まったりしたら、なんか歩きながら、あ、なんか今日こういうコンテンツが新しく始まって、説明がちゃんと説明しないと皆さんがこう難しいかな、理解が難しい、ちょっと複雑な部分があるから説明をちょっと練習しとこうかなとか思ったら、歩きながら練習したりで、回数重ねてるとなんか言葉詰まったりするんですよね。言葉出てこなかったり、言葉出てこなかったらそれは多分知識が足りないか練習が足りないかだと思うので、なんか分かんないところ調べたり誰かに聞いたりとか、っていうの、そう、知識があるかどうか理解してるかはすごく大事なイメージありますね。あ、パワポを使って喋る機会は結構あるんだ。アドリブでお話しされるの本当にすごいと思いますって。でもね、アドリブで喋るっていうのは完全に何にもない状態からっていうよりは、やっぱりそうですね、調べたりとかはあるかもしれないですね。私はめちゃくちゃ調べたりします。わかんないジャンルって話せないんで、パワポを使いながら喋りたいっていうことですけど、私もでもね、このインスタライブで練習したいんですよ。練習したらみんな見てくれます？なんかこう、アイリーの予習はすごい。私はでも予習人間だから、予習と調べ人、検索人間なので、わかんないことめちゃくちゃ検索して、めちゃくちゃ予習してっていう感じなので、もう準備で9割決まるって思ってますね。そうですね。なんか例えば昨日の、森田さんのお天気解説のコーナーがあったのを、ちょうど見ててくださった方いらっしゃるでしょうかね。皆さんからいただいたお天気の疑問を、分かりやすく解説しますよっていう放送があって、昨日は本当は別配信で、ウェザーニュースライブとは別配信でやる予定だったんですけれども、ちょっと人数が足りなかったり、ちょっといろいろもろもろの事情があって、別配信ではなくウェザーニュースライブムーンの中で放送があって、森田さんから、皆さんからいただいた天気の疑問を解説するっていうコーナーが昨日の22時台あったんですね。で、ああいうのを見るとやっぱりね、森田さんはもう気象予報士としての大先輩なわけですから、私自身もね楽しみなんですよ。その質問があった時にどういう解説をするかって、多分正解はないと思うんです。こういう順序で話すとか、こういう例えをするとかって答えはないと思うんですけど、だからこそ人によって解説が違うんですよ。同じ質問をされても、この解説の方はこういう解説するし、この人はこういう例えをするし、この人は図を使うしとか、そこもまた面白いポイントだと思うんですけど、そうすると私だったらなんて解説するかなって昨日すごい考えながら帰りましたね。昨日は冬型の気圧配置ってどうしてなるのっていう、どうして冬型の気圧配置になるのっていう質問があって、それを森田さん解説されてたんですよね。森田さんはまずもう地球を地球を出されて、衛星画像から大陸が冷えてみたいな解説をされていて、あ、森田さんらしい解説だなって思ったんですけど、私だったらなんて解説するかなって。私はやっぱりね、予報センターの方みたいに最初からめちゃくちゃ気象の知識があるところから気象予報士を取ったんじゃなくて、もともと全然ね、天気分かんなくて、ゼロの状態から、もう1の状態からもう勉強し始めて気象予報士取った人間なので、私だったら多分冬型の気圧配置の話行く前に、空気の性質とか高気圧って何から話すかなとか、そう、あ、イラストとかね、まずはそうですね、多分高気圧と
か空気の性質、まあ、本当に基礎的なところから話し始めるかなとか、うん、なんかそういうことをいろいろ考えながら、私だったらどういう順序で話そうかなとか、あの話を入れると長くなっちゃうなとか、いろいろね考えながら帰っていたので、でも私たちそういう立場ではないので、キャスターが解説をするんじゃなくて、解説の方の話を引き出す仕事が多いので、じゃあ自分の言葉でスラスラ出てくれるだろうかっていうと、そういう訓練は足りないんですよね、きっとね。うん、だからインスタライブの方がやっぱりウェザーニュースライブより見てる方は少ないで、みんながあったかいので優しいので、私のこと知らない人はまずインスタライブに来ないので、このなんでしょうね、もう身内と言ってもいいんですけれども、皆さんの前で合格をもらえるか、ここで練習をしたいんですよ、うん、どっかでやりたいんですよね。そしたらじゃあ冬型の気圧配置ってどうやってできるのか、どっか宿題にしようかな自分の中でそしたら 見に来てください、ぜひ。じゃあちょっとわかんないなみたいな、その解説じゃわかんないなって思ったら厳しく、あ、チームアイリン優しい、チームアイリン教えて、言ってください、それじゃ全然わかんないよ、気象予報士失格だよとかなったら、厳しい目でチームアイリンの皆さん私を育ててください練習してください。じゃあ解説のみん、じゃあパワポみたいな感じで素材を用意しようかな、今度どっかのインスタライブで。身内に言ってありがとうとチームアイリンに育ててもらおうかな、うん、じゃあちょっとうまく喋りたいっていうことですけど、そうですね、説明のコツ、あ、正直にジャッジ、うん、お願いします。分かんなかったよとか、そんな言葉使われたら難しいよとか、はい、あ、リトルアイリンいいですね、リトルアイリンね、分からないこと聞きます、ガチ指摘、やだ怖いよ、こんななんか喋る、うまく喋るコツ教えてくださいって質問を受けてるのに、あー、そんなんか分かりづらいのとか言われちゃったらじゃあどっかでやりますね、私も練習させてください。あ、インスタライブ配信の時は気象質問コーナーいかがですかと、まあ、まずはちょっとこの昨日やった解説をちょっと私も練習の意味で素材を準備してやろうかなと思いますうーん、そうですね、難しいですよね、でもね、説明ね、うん、質問拾うって言って一つしか拾ってまあでもそうですね、うまく喋るにはっていうことですけど、私はもうアドリブっていかに練習していかに知識を入れるかかなっていうのが私の考え方なので、多分なんとなく適当に話つなぐのは多分できると思うんですけど、それだとあんまり意味がないのかなと。だからやっぱりアドリブトークが上手な人ってちゃんと訓練して知識がある人だと思うので、うん、なので私はもうたくさん調べたり、あと歩きながら練習したり、予習をたくさんしてます。はい、アドリブうまいよねって思わせつつ、私は結構もう準備人間なので、アドリブ力で言うと別に高いわけではないのかもしれません。あ、チームアイリンも一緒に成長します。星空も案内してるじゃない、星空もやっぱりたくさん勉強しました、最初全然わかんないかったので、たくさん教えてもらいましたし、たくさん間違った経験もありました、うん、なんか本とかたくさん読みました今でもわかんないところ調べたりとかはあります、はい、ちょっとパワポみたいな感じでなんか準備しますね、素材作りがちょっと時間あるかわかんないですけど、なんだろうな、質問ではないですから、これからもずっと応援します、だってありがとうございます、嬉しいです、いやもうシンプルに嬉しい、ありがとうございます。はい、今日ね三脚ないのでね、グラグラするんですよ iPhone が、ちょっとバタンって倒れたらごめんなさい、
あこの本当ね、この喋る仕事だからね、この説明とかすごい聞かれますね。本当に難しい。うん、もう準備しています。はい。いっぱいあるな。一人暮らしって楽しいですかって。一人暮らししたことない方なのかな。うん。ご実家で暮らしてる方なんでしょうかね。私もね、一人暮らし時代めっちゃ楽しかったですよ。もうめちゃめちゃ、なんでしょうね、めちゃくちゃな食生活とかしてました。でも実家を出たのが私は21歳の時で、この番組で朝の番組を担当することになったので、もう実家から通えないから、だからこう朝の番組対応するために一人暮らしをお天気キャスターになってから初めてやったんですけど、ね、今コメントで一人暮らし経験者さんもたくさんいらっしゃると思いますけど、めちゃくちゃ楽しいよ一人暮らし。いや、一人暮らしが楽しいけど、別に実家が楽しくなかったとかそういうんじゃないんです。実家は実家で、私はもうめちゃくちゃ出たくなかったし、もう出る必要ないんだったらもう実家からずっと私は通いたかったんですけれども、でも多分一人で暮らすことによっていろんな気づきがあるんですよね。働きながらもうご飯作ったり、働きながら家事やったり、大変みたいな。もう今までこれお母さんがもういつもやってくれてたんだみたいな。もう成人してから一人前の大人になった気持ちになってたけど、もう自分の生活に必要なご飯作ってもらったりとか、もういろんなことやってもらってたから、こんなに大変だったんだ、家事をする、家族の人数分の毎日ご飯を作ったりとかね、もう洗濯掃除だって一人の分量じゃないですからね。家族、私は実家は4人暮らしだったので、4人分のご飯を毎日作るってもうとんでもない仕事量。これをね、文句も言わずにうちの母はやってくれてたんだって思って、なんてありがたいんだっていう風に、だからね、もう感謝の気持ちがより強まるし、そう、大変な部分もあるけど、だからこそこう家族の存在のありがたさとか、こんなに大変だったんだって気づいたりするんですよね。うん、だってね、もう家族のためにこう母はね、もう毎日ご飯も手抜いたりせずにね、作ってくれてたし、本当にそう、本当に家族のね、ありがたみが分かるので、私はでも一人暮らしめちゃくちゃ楽しいし、本当にね、家族のつながりを逆に離れることによって感じたりするんですよね。うん、一人暮らし、一回経験のためにやっておくのはね、すごくいいかもしれないね。まあ、出る必要ないんだったら出なくてもいいとかは、まあ、それちょっとその環境次第ですけれども、本当にもうありがとう。もうだから、その一人暮らし始めてから実家にたまに帰ったりした時にご飯が出てきたりすると、こんなに人が作ってくれたご飯って美味しいんだみたいな、もうこんなにご飯を作ってもらえるってこんなに幸せ、すごいみたいな。だからもうめちゃくちゃもう母が作ってくれた普通のご飯が普通にめちゃくちゃ感動するんですよ。本当に一人暮らしは気づきが多いですね。これめちゃくちゃわかりますよね。今まであんなになんてことなく、なんかもうね、携帯とかいじりながらなんか適当に食べてたあのご飯がこんなにめちゃくちゃ美味しい、ありがたいみたいな。そう、あと一人暮らしって病気した時とか、ね、体調崩した時に、はあ、こういう時にも助けてもらってたとか、あらゆる面でもうなんて自分は支えられて生きてきたんだってそう気づくんですよね。ほんとそれ、一人暮らし経験者さんはすごいこれあると思いますね。そう、たまに帰るとね、好物作ってくれるはすごいありますね。で、やっぱり家族ってね、私の好きなものとかをちゃんと知っててくれるんですよね。本当にありがたいなって思っちゃいますよね。
あ、未来あかりちゃんとの共演は実現は難しそうですか？今年もあと1ヶ月。本当そうですよね。未来あかりちゃんという大人気 VTuber さんとウェザーロイドをコラボしようって話してて忘れてましたね、そういえばね。うん、お願いします。未来あかりちゃんぜひコラボしてください。私はもう動画も放送も見てます。あ、週末のアイリンムーンが大好きです、質問はないですがと。ありがとうございます、ありがとうございます。うーん、あー、たくさんコメントいただいてます。はい、家族に感謝時間が結構長かったですね。家族ありがとう時間がすごく、まあでも一人暮らし楽しいですか？もう答えっていうと、一回一人暮らしを挟むと家族ありがとうが強まるので、一瞬一人暮らしはすごくいいかもしれないですね。実家での時間もすごい大事だけど、一人暮らしタイムを挟むと本当家族めちゃくちゃありがとうが強まるんで、そうですね、私も一人暮らし時代は夜更かししたり、今も夜更かししてるんですけど、夜更かししたりとか、あと好きなものばっかり食べたりとかいろいろやりましたけれども、そう、一回経験すると気づきはあるのかなって思うので、しなくていいならしなくてもいいかもしれないですけど、ちょっとそれはちょっと人それぞれかもしれないです。はい、一回ね、一回挟む一人暮らしは、心にしみる。とね、一人暮らしで親子丼ばかり作らないわね。ね、一人暮らし始めたての時に親子丼大好きだから、親子丼ばっかりも週5とかで作ってて、今そんなことしないですけど、一人暮らし時代って別に何やったっていいじゃないですか。そういうことしてることもありました。あ、たくさんコメントいただいているんですけれども、終わろうかな。はい、ありがとうございました。モチベーション下げない方法はありますか？これもね、めちゃくちゃ質問いただきます。なんか質問ボックスみたいなの設けると、なんかどうしたら頑張り続けられるんですかとか、なんか山岸さんすごくなんかコツコツやるタイプですよねみたいな、すごい言われるんですけど、私もね、続いてないものは続いてないです。例えばブログの更新とか続いてないだからね、モチベーション下がっちゃうときはあるんですけど、でも本当にやんなきゃいけないこと、例えば私だったら天気の勉強、気象予報士試験の取得はもう絶対今の仕事で必要だなって思ってたのでずっと続けてましたけど、これはね、私は試験の勉強は本当にもう先生に感謝してたから頑張れたみたいなところありますね。そう、中島敏夫先生、気象予報士の中島敏夫先生に毎週授業やっていただいてたんですけど、本当めちゃくちゃ忙しい先生なんですよね。生徒さんも多いですから。でもたくさんね、マンツーマンだったので、いっぱい練習問題とか私が不得意なところを見て、その私用に練習問題準備してくださったりとか、本当にいろいろと助けていただいたので、もう本当に先生に感謝の気持ちを伝えるには合格しかないって思ったので、もうそこがモチベーションでした。あとやっぱりこの番組を、見てくださっている皆さんに、撮ったよ、みんなのおかげだよっていうのも感謝の気持ちを伝える、ね、大事な仕事だなって思ったので、皆さんに感謝の気持ちを伝える、先生に感謝の気持ちを伝える、これはもう合格するしかないって思ったのがモチベーションなので、なのでその自分の中でやんなきゃって思うと、私は続かないタイプなんですけど、なんか誰かに感謝を伝えたいからとか、なんか視聴者の皆さんに言いたいなとか、先生に言いたいなとか、両親に言いたいなとか、なんかそういうなんか人に、なんか相手のなんか誰かの人を挟むと私はモチベーション続くなって私はですよ思うので、
うん、なのでほら先生もそうですけど視聴者の皆さんもね、うん、合格嬉しかったよってコメントいただいてるので、みんなに感謝の気持ちを伝える、先生に感謝の気持ちを伝える、うん、これは合格しかないなって思ったので、うん、そこがモチベーション維持のコツだったなって思いますよね、うん、さあたくさんいただいていますね。はい、ツイッターでイラスト解説の話をしたものです。絵を描いているときは時間を忘れて没頭する方ですかというふうに、ね、あの今日動画もツイートさせていただいたんですけれども、そうですね、私もともと学生時代絵を描く学校に行ってたので、もともと絵を描くのは好きだったんですけれども、絵を描いてると寝なくて平気なんですよ。だからあの時間忘れちゃうタイプですね。寝なくて平気、ご飯食べなくて平気、休憩しなくて平気にこうなっちゃうんで、絵を描くのはね本当にもうちゃんと休憩を取んなきゃいけないんですよね。そう、学生の頃は課題がとにかく多い学校だったんです。で全部ちゃんと合格もらわないと卒業ができないので、なのでもう学校の授業とかの課題っていうのをまあちゃんと全部こなさなきゃいけないんですけど、私は成績がそれなりに良かったので、落としたくなかったんですよ、その成績を。デッサンとかはだいたい一番上のランクの成績をもらってたので、なのでデッサンが一番得意だったんです。私はもう見たものを見たい、同じように書くっていうのが得意だったので、まあ、それはもうずっと最高の評価をもらってたんです。落としたくなくて、だからもうこれを落とさないようにするにはやっぱみんな上手だから、みんな上手なので、じゃあもうどうするかっていうと、もう観察する時間を取ったり、もう本当に細かいところまで書き込んだりとかっていうのが大事になってくるんですよね。だから本当に休憩とかいらないタイプでしたね、うん、そう、だからもうデッサンの授業がだいたい午前中全部デッサンとかあったりするんですよ。もうかなり長時間、もうだからもうずっともうご飯食べるの忘れちゃうくらいずっと書いてみたいなのはよくあったんですけど、だからねもう休憩する努力を挟まないと休憩しないタイプでしたね、はい、今はねもう多分そういうのを感じさせないゆるふわなテイストの絵しか描かないんですけども、もともとはねデッサンが一番得意です。木炭でデッサンをする見たまんま同じように描くっていうのが得意でしたね。さあということでそう、休憩ありきの人間だから、いや本当そうですよ、休憩はもう大事、人間休憩しないといけないんですけれども、絵描くとね本当にもうね忘れちゃう、休むのも寝るのもご飯食べるのも全部忘れちゃうということでたくさんコメントいただきましたが、そろそろ終わろうかな。ちょっと今日宿題ができましたね。あの天気の解説の練習を見てよっていうお願いをしたのでチームアイリン、ぜひ、私練習の場がないんで、そうなんですよ、私たちキャスターってみんなの前で解説をするみたいなコーナーって基本的にないので、インスタライブで練習をしたいなって思いますね。うん、そうなんですよ、私たち話を引き出す仕事なので、自分で解説をでもそういうのやんないと忘れちゃったりなまっちゃったりすると思うので、ここでちょっと練習しようかな、うん、ちょっと準備できるか分かんないですけど、ちょっとなんかじゃあ説明の練習するので、はい、練習させてくださいあ、喜んでと、はい、分かんなかったら分かんなかったよって教えていただけたら嬉しいなと思います。そう、練習ないんですよ、見たことないですよね、私たちキャスターがメインでこう解説をする、まあ実況を確認したりはしますけどね、この現象を私が解説しますみたいなの、みんなね説明上手だからもっとそういう場があってもいいなとは思うんですけれども、やっぱり解説の方がいてキャスターは話を引き出す仕事みたいに今なっているのでね、まあ、でもそこに甘えることなく、取材受けたりすると私たちが説明しなきゃいけない場もあるので、なのでねちょっと練習、説明する練習、解説する練習も
やりたいなと思います。チームアイリーン、あのみんながちょっと見ていただけたらなと思いますので、練習させてください。さあ、それでは、終わりたいと思います。目標も見つかりました、ありがとうございます。アイリーン真面目だからインスタのために練習しそう。まあでもここで練習してできたら番組でもね余裕でできるし、うん、そういう説明の筋肉ができますからね、うん、アイリーンは資格あるからできるのでは。あの資格で知識を得るのと説明力ってまた違ったりするんですよね。そう、まず知識が説明するには必要ですし、分かりやすく伝えるためにはまた別の力が必要だったりするので、知識と説明力と両方持ってないと解説って分かりにくくなっちゃうんですよね、うん、なのでちょっとねこういろいろ勉強して覚えたり知ったこともたくさんあるんですけれども、それを外に出す練習みたいなのが番組の中だとあんまりそういう立ち位置にならないので、ちょっとね説明の筋肉がないのであの説明の筋トレをさせてください。ありがとうございました。たくさんの方ご参加いただきました。またなんかお時間のある時でいいので無理のない範囲で参加していただけたら幸いです。皆さんとコミュニケーション取ることができて幸せです。ありがとうございました。それではありがとうございます。終わります。